人生にサプライズをまこなりです。今回は生産性に異常にこだわりを持っている私のデスクツアーをやりたいと思います。今まさに座っているここリアルなやつです。中には以前紹介したものもありますけど、アイテム紹介ではなくその裏にある考え方や習慣も話していくんで、話を聞いてよかったと思っていただけると確信しています。あなたも毎日椅子に座って机で作業をしていますよね。より生産的なデスク環境を作る参考にしてください。では行きましょう。ではまず机の上編です。机の上、まずはこの iMac ですね。よく言われるのが、なぜデュアルディスプレイじゃないんですかっていう質問です。言いたいことは分かってるんですよ。デュアルディスプレイの方が生産性が上がるっていう論文もありますし、なぜそんなこともやっていないのかと、まこなりそんなことも知らないのかと、そういうね論文があることは分かってます。大学生の頃から私は3面のディスプレイを使ってました。で、いろいろ効率の良いやり方を模索してきて、今 iMac1 台がいいということに落ち着いています。ディスプレイが多い方が生産性が高いというのを、画面が広ければ広いほど生産性が高いと勘違いしている人がいるんですよ。それはありません。ここに100個ディスプレイ並べても私の生産性は100倍にはなりません。重要なのは作業に必要なウィンドウが全部表示されていることです。それさえできていれば1画面でもいいんですよ。むしろ余計なものが視界に入ってくると集中力が下がります。人間はシングルタスクしかできません。2つのことを同時にはできないんです。たまに Twitter とかチャットを常に画面に表示している人いるんですけど、気が散る以外の何者でもないんで絶対にやめた方がいい。仕事をしていないと同じです。調べ物をしているわけでもないのにブラウザを出しっぱなしにしているのもダメです。それだけで余計なことをググってしまいますから。カレンダーを表示するのもダメ。今やっている目の前のことじゃなくて次の予定のことを考える原因になります。 To do を表示するのもダメです。次のタスクのことを考えていても今のタスクは終わりませんから。どうです、あなたはいろんなツールを目に入るところに置いていないでしょうか。常に必要最小限のものをディスプレイに全て出しておくってところが大事なんですよ。私は iMac27 インチでもう十分です。24インチでも十分だと思います。 M1 チップの新しいやつとかいいですよね。このくらいの大きさがあって2画面あれば 99.99% の仕事は問題なくこなせます。個人的にやってみて微妙だったのは、ノートパソコンをディスプレイにつなげて作業するパターン。ミーティングに出て行っても移動してもずっと同じノート PC の環境で作業できるからいいじゃんって最初は思ったんですけど、長く続けてみたんですけど私は微妙でした。まずね、ケーブルを刺したり抜いたりするのが面倒。それが一つと、最大の理由はノートだけの時の最適な画面とディスプレイにつないだ時の画面が異なるからです。毎回つなぎ直すためにウィンドウの移動、整理のし直しが必要になります。これが非効率。ノート PC で作業するなら全部ノート PC 画面だけで作業した方がいいと私は思ってます。私はそのようにしていた時代もありました。今は外出作業の時はこちらの iPad を使っています。 iPad も2画面表示できるんで効率的に作業できます。データもクラウド同期してるんで問題ありません。今日はデスクツアーなんでMac の設定を詳しく紹介するつもりはありませんけど、 Mac というかパソコンの使い方のこだわりを一つ話します。こだわりは右に常にエディター、左にブラウザもしくはチャットを出すことです。もうね、このスタイルを崩さないようにしてます。思考することイコール文章を書くことなんで、私の仕事はほとんど文章を書くで完結しています。チャットでの部下への指示、事業の企画、 YouTube の原稿、全部文章でやります。エディターで書いてあることが全て現実に落とし込まれていくイメージです。ジャストアイデアで発言しない、ジャストアイデアで行動しない、文章主体で深く考えて仕事をするというのは生産性高く働くためのポイントです。では次です。ここにiMac 用の PC スタンドがあります。私の場合ちょっとそのままだと高さが足りないんですよね。皆さん首や肩に負担のかからない理想的なモニターの高さって知ってます？背筋をピンと伸ばした時の目線とこの画面の上のラインが揃っている、もしくはちょっと下にあるぐらいが理想です。ちなみにキーボードは肘が90度になるくらいが最も負担がかかりません。ここで肘を90度にしてそのまま下ろすをやってみてください。皆さんは90度になってますか？ありがちなのがね、椅子の高さが低い、もしくは机の高さが高すぎてこうやってこう幽霊みたいに作業してる人います。これはね、肩こりの原因に間違いなくなります。モニターとキーボードが適切な位置になるように私は椅子の高さとこのスタンドで調整しています。姿勢のついでに紹介したいのがこちらですね、低反発座布団です。私はこれがないと生きていけません。もうね、座布団のない椅子に座るとケツが爆散します。まあ今座ってるんですけどね、本当に爆散したら椅子に物理的な爆発物が仕込まれてるとしか考えられませんけどね。本当にね、座布団はね大事にしてるんですよ。特に長時間座るときですね、長い時間車に乗るときは持ち込むことすらあります。座布団があればお尻の負担が下がる、良い姿勢を保ちやすいという大きなメリットがあります。いや、私昔から姿勢めちゃくちゃ悪くて、昔は基本こんな感じでガチで座ってました。私は結構ベタに Amazon のベストセラーのものを使ってます。3000以下で毎日座るのが劇的に良くなるんであればこれはもう買うしかありませんね。気をつけてほしいのは、
座面を買うだけで姿勢がめちゃくちゃ良くなるわけじゃないってことです。私も完璧じゃありません。姿勢を良くしようとする努力と掛け合わせで効果を発揮します。ぶっちゃけ座面の上でも悪い姿勢で座ることできますから、あくまでサポートだと理解してください。次にスタンドの下に置いてあるのが3話サプライ超極細繊維クリーニングクロス。これも以前紹介しましたけど、ずっと使い続けてます。スマホ、iPad、ディスプレイ、メガネ、これで拭けば皮脂汚れも綺麗さっぱり取れます。すぐに乾く使い捨てのねウェット系のやつもいいんですけど、乾いてるやつの方が個人的には使い方がいいです。まだ持ってない人はぜひ買ってください。ぜひ。次に紹介したいのはこちらです。メモ書き A4 用紙ですね。これはもう私の全てですね。毎朝10分間思考を書き出してから仕事をスタートしています。ここからあらゆるアイデアが生まれています。それ以外にも一人ブレストや思考の整理に使っています。スライドを作るときに構成をざっとまとめるときにも使います。よくエディターとの使い分けを聞かれますけど、厳密には決まってません。なんとなく行き詰まったときは紙の方が早いしすっきりします。アイデアが出ます。図を描いたり線を描いたりしやすいのもいいですね。ぜひ皆さんも紙に思考を書き出す習慣を身につけてほしいです。デジタル時代でも紙は強い武器です。そしてこの A4 用紙に書くときに使うのがこちらですね。これは以前も紹介しましたけど最強なんですよ。ゼブラデスクペンフロス 0.7 グラスブラック。まずね、見た目が美しい。シルバーに近い黒、美しすぎて1日このボールペンを見つめて終わることもあります。次にこのスタンドがあること。ボールペンはスタンドがもう必須中の必須ですよ。あなたの家、謎にたくさんのボールペンありません？職場の机、あれ俺腕100本あったっけと思うくらいボールペンありません？なぜか溜まっていくのが大量のボールペン。そうなってしまう理由、毎回同じところに置かないからですよ。どうせみんなこうですよね。書いた後にこれにこうポーンってこうやって置いちゃってるんですよね。だからなくなるんですよ。ペン立てもダメなんですよ。出先でちょっと買ったボールペンとかをね、普通のペン立てがあるとここでいいやってポーンと放り込んでしまうんです。ダメだよそんなことしたら。ダメなんだ。何本もボールペンを集めても何もいいことありません。机の上を散らかすだけ、集中力を乱すだけです。ボールペンは一本勝負。そして同じところに毎回置くためにスタンドは必須中の必須です。そしてこれ何よりね、書きやすいんですよ。めちゃくちゃ書きやすい。自分の意思とは関係なく勝手に動くレベルでスルスル書けます。 0.7 はやや太めでアイデアを出すにはちょうどいいです。というかこれね、安いんですよ。最新で見た Amazon だと550円でした。1200円くらいでも全然いいと思ってるんですけど、まだ買ってない人は概要欄のリンクから買ってください。次はこちらですね。アンカーのワイヤレス充電器ですね。置くだけスマホ充電器、これずっと使ってます。ライトニングケーブルを挿すやつは充電しながら作業できるっていうメリットあるんですけど、抜き差しが面倒なのとケーブルが散らかって見えるんで好きじゃありません。そもそもね、充電しながらスマホを作業しないといけない状況になってはいけないんですよ。1日の充電ルーティンを完全に確立させましょう。実は私、自宅でスマホ充電することありません。1日に1回ここに置くだけでバッテリー切れませんから。置くだけで充電できるってルーティンとしての難易度がめちゃくちゃ低いんで続けやすいんですよね。このちょっとした差が大きな違いを生む。やっぱね、会社に来て毎回ケーブルを挿すだと面倒なんで、電池が切れそうな時しか充電しなくなります。あなたもそうじゃありません？加えて私が意識している習慣は、画面を自分に向けないようにこうやって置くことです。基本ね、お休みモードかつ通知切ってるんで画面に何か出ることはほとんどないんですけど、もし通知が来た時に集中力が一発で切れてしまいます。また映ってなくてもディスプレイがこっち向いてるとついね SNS チェックしたりしたくなっちゃうんですよ。そうならないように私は必ずスマホは外を向けてます。じゃあね、もうしまっておけばいいじゃんって思うかもしれませんけど、私はスマホでさっと確認したい場面はあるし、スマホだけ持ってさっと出かける時もあるんで、私は出しておきたい派です。充電のルーティンを守りたいというのもあります。よかったら真似してください。次に紹介するのがティッシュです。これ普通のティッシュに見えるんですけど、本当に普通のティッシュです。強いて言えば黒で統一してます。以上です。ちょっとここで過去試してみてダメだったものを話そうと思います。まずスタンディングデスク。生産性というとスタンディングデスクがいい、座るのは本当に体に悪いと、座ると死ぬぞと言ってる人いっぱいいるんですけど、まあわかるんですよ。ずっと座り続けるのは本当に体に良くない、それは理解してるんです。だから私も20代前半の頃からスタンディングデスクチャレンジしてきました。でもね、スタンディングデスクで作業するのめっちゃきついんですよ。最初の30分ぐらいはいいんですけど、1時間ぐらい経つともう膝ガックガク、上下に1メートルぐらい震えてます。ちょっと上下って意味わかんないですね。左右です。左右も意味わかんないですね。でスタンディングデスクは確かに憧れではあるんですけど、疲れるんですよ。あれずっと続けてる人いるんですか？本当にすごいと思いますよ。その忍耐力があれば何でもできる。まあ、強いて言えば時々移動して立って作業するのはいいかもしれません。私はね、諦めました。なんで時々立ってストレッチをするようにしてます。で次にダメだったのがバランスボール。バランスボールもね、一時期流行ったんですけど、あれね結構
構きついですよ。いや本当にもう修行です。中でも良くないのが冬にバランスボール使ってるとお尻がもうガリガリ君より冷たくなるんですよ。どんどん体の体温奪われていって全く仕事に集中できません。加えてずっと座ってると床と擦れて結構床がベタベタになったりとか、あとはポヨンポヨン跳ねるようになって周りの人にうざいって思われることもあります。でバランスボールはね意外と難しい。一見良さげに見えるんだけど現実的にはなかなか難しいんじゃないかなと思ってます。ではここからはあまりお見せしたことがない引き出し編に行こうかなと思います。私の引き出しに何が入っているのか、私は今回のデスク周りで語っているように生産性を大事にしてます。なぜ生産性を大事にしているか、生産性を大事にしている一つの理由は多くの人に成功体験を得ていただきたいからです。その一つのきっかけとして教育授業を提供しています。日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプ、未経験からプロのエンジニアを目指したい方、教養としてテクノロジーを見つけたい方、今数千人の卒業生が現役のエンジニアとして活躍しています。直近の数字も私見ていますが極めて高い満足度をいただいております。人生を変える挑戦を成功させたい方、ぜひ無料カウンセリングにお越しください。プロのエンジニアになるではなくて教養として学びたい方、今期間限定のスペシャル講座を開催しています。1週間でプログラミングをマスターできるテックキャンプ稲妻、なかなか時間が取れなかった方ぜひこの機会にご参加ください。数あるコースの中でも最も満足度の高いプログラムになっています。毎回人気で枠も定員達してしまうんで、気になる方は概要欄のリンクからチェックをしてください。ちょっとプログラミングはなという方はオンラインビジネススクールアンコモンがおすすめです。新しく 49,500円で受講できるプランが登場しました。自信を持って働くための思考力、週末だけで身につけられます。自信を持った仕事をしたい方、ぜひ概要欄のリンクからサービスサイトを見てください。ではここからは引き出し編に行こうと思います。まず1段目ご覧いただきます。こちらまず目に飛び込んでくるのが CEO ネームプレート。私これがないと自分が社長であることを忘れてしまうんで、時々見て自分が何者かを思い出してます。真面目に話します。会社の全部屋になんとかルームって書いてあるんですけど、社長室も CEO って書かれていたんですけど、なんだか偉そうなんで外しました。そんなの言わなくても分かるし、だってやばいですよね。自分の会社にいて迷い込んできて、あここ社長だったみたいな、そんなことあります？まあ、結構奥まった場所にあるんで間違ってくることはないです。そもそも私 CEO とか社長とか呼ばれるのあんまり好きじゃないんですよね。ちょっと偉そうじゃないですか。なんか嫌ですよね、こういうの貼ってあるって。肩書きってその時の役割でしかないんで、私はみんなからさん付けで呼んでほしいです。皆さんともし会うことがあったらまこなりさんで大丈夫です。まあ、本当はまこさんの方がいいんですけどね。私も部下に対しては基本さん付けで呼んでます。個人のアシスタントもさん付けで、呼び捨てにはしません。人の呼び方って関係性に重要な影響を与えるんで気をつけた方がいいです。具体的には肩書きで人を呼ばない、呼び捨てにしないですね。さん付けがおすすめです。次に紹介するのは爪切り。やっぱりね、爪伸びてる男子はモテない。私ね結構ズボラでサボりがちなんで、近くに置いていつでも切れるようにしています。人前では絶対に切りません。というのも私が集中している横でパチパチされるのすごい嫌いなんですよね。で爪が伸びてるとタイピングもしにくくなります。余談ですけど、ゴリゴリのもうゴリネイルの女の子で指の真ん中の部位だけを使ってタイピングする人、あれめちゃくちゃすごいですよね。次に紹介するのが CBD オイル。皆さん CBD 知ってます？一言で言えばリラックス効果のあると言われているサプリみたいなものです。 CBD は大麻の成分を原料にしていますけど、違法な物質は入ってません。合法です。肺になったり依存性もありません。 CBD 市場は世界的に急成長していて、世界中の投資家が CBD に注目しています。日本にも専門店ができています。私はねめちゃくちゃこの CBD にハマっていて、ゴリ押ししたいってわけじゃなくて試してみてるって感じです。ベイプ型のやつは苦手だったんで、このオイル型のものをそうですね1週間に1回くらい使ってます。プラシーボ効果かもしれませんけど、確かに使うとリラックスする感覚あります。結構個人差あると思うんですけど、多くの方は実感していただけるんじゃないかなと私は思ってます。といってもこれは薬ではないんで効果があると言われているとしか言えません。もうね思い切ってほぼプラシーボだと思った方がいいです。私が調べた限りだとちゃんとしたところから買えば安全だと思いますけど、興味を持った方はぜひ自己責任でお願いします。依存性ないんでね、また使いたくなるとかそういうのはないです。ちょっと気分転換に使う感じですね。私は新しいものでも自分で調べて納得すれば積極的にいち早く使ってみる派なんで、スタンス次第だと思います。次はほぼ使わないんですけど名刺ですね。名刺皆さん初めて見るんじゃないですかね。私実は本当に社長なんですよ。はじめ社長とかと同じ分類だと思われてますけど、実は本当に社長なんです。でもまだ偽装してるかもしれませんね。一応コーポレートサイトもあるんで見てください。いや名刺ねほぼ使わないですね。配ることはない。相手が私のことを知ってる時はもう配る必要ないんで、価値観を揃えた方がいい場面とか、どうしても固い場面、そういう場面以外は持っていきません。大半の人は Facebook メッセンジャーでやり取りしてます。もう早くね名刺はなくなってほしい。まあ、実際ね営業の場面で名刺必要なのは分かりますけど、私の会社も対面の場面では名刺使ってますしね。ただ思考停止で名刺渡すってどうなのかなって思ってるんですよ。もう連絡取る手段もあってお互い名前も知ってるのに名刺交換、これはいらないんじゃないかなと思ってます。ということでほとんど使ってません。次はこちら油取り紙ですね。私撮影をするんでその前に使うことあります。
ただこれやりすぎも良くないんですよ。適度に使うといいと思います。特に皮脂が多くなってきた20代後半から30オーバーの男子おすすめです。ずっとこのオルビスのものを使ってます。ヨージアとかね、いろいろ使ってみたんですけど、これ結構いいですよ。100均のものもね、すごいいいんですけど、ちょっとお金かけてもいいんだったらおすすめです。次にメガネ。メガネね、レーシックしてるんで基本いらないんですけど、ちょっと出かけるときに使っています。ちょっとバレやすくなる気がするんで、かけることはしません。まあ、といっても以前サムネでかけてますけどね。次に蒸気でアイマスク。リアルポケモンセンター全回復。これがないとね、仕事できるわけがない。これ全国民に配った方がいいですよ。どうしてもお昼に眠くなってしまった時、これをつけて15分20分仮眠すれば全回復します。まだ持ってない人はぜひ買ってください。最後、シミ取りレスキュー。こいつは最強ですね。私毎日白い T シャツかカットソーなんで、これジャケット着るのは撮影の時だけですよ。でいつも白い T シャツなんで、気づいたらシミだらけになってます。スンドゥブチゲとか食べ終わった頃には赤い T シャツになってます。あれ、マコさん赤い T シャツ珍しいですねって言ってくるやつは絶対煽ってます。いや本当にね、不器用なんですよ。ランチとか食べに行った時によくシミついちゃうんですよね。飲み物とかもこぼしがち。コーラとかね、口じゃないところに垂らしちゃうんですよ。もしかしたら顎の下とかに穴が開いてる可能性すらあります。もちろん気をつけてるんですよ。スンドゥブチゲとかコーラかぶりたいわけじゃないですよ。もしかしたらあなたはかぶりたいかもしれませんけど、私は別にかぶりたくないです。でも気をつけてるのにどうしてもシミつく時ありません？ありますよね。私は不注意なんで本当によくこぼします。口に物を運ぶのが苦手なんでしょうね。そんな時にシミ取りレスキュー最高です。もうこれでね、トントンすれば何でも取れる。まあ1000円のシャツなんで着替えたら終わりなんですけど、やっぱシミは直後に対応するのが大事。後で乾いちゃうともう取れなくなっちゃう。だから即対応できるようにしています。ぜひあなたもトントンしてください。ということで1段目は以上になります。では引き出し編2段目です。2段目は口に入れるものコーナーになっております。まず見たら分かるようにナッツオールスター、ナッツから始まりナッツに終わる。リスが住みたい場所アワードナンバーワン、マコノリ社長の引き出し2番目。小腹が空いたらとにかくナッツです。といってもね、1日1つしか食べません。最近はクルミにハマってるんで、正直ミックスナッツあんまり食べてません。次にサバ缶。夕食が食べる時間がない時の非常食です。高タンパクでがっつりカロリー取れますから重宝してます。そしてこちら、マコノリ薬漬けです。薬は常に常備しています。体のどっかが悪いと仕事の集中力が落ちるんで、すぐに対応できるようにしています。そうですね、一番飲んでるのはこちら胃薬ですかね。ただ長引いたらすぐ病院に行くようにしてます。病院に行きたがらない人って結構いるんですけど、迷わず行った方がいいです。市販薬に頼り続けるのはよくありません。市販薬であっても使いすぎ注意のもの結構あります。お医者さんの話を聞いた方がいいです。ということで2段目は以上になります。では最後、引き出し3番目ですね。3段目はこれ普通の人は置かないと思うんですけど、水とプロテイン。水は常に常備しています。お水はね、たくさん飲んだ方が健康にいいです。この水を半分飲んで、このロートを差し込んでプロテインを入れて蓋閉めて振って飲むと。そうすることで洗い物は出ませんという形で合理化しています。まあ何でもいいんですけど、私乳糖不耐症なんで、普通の牛乳飲むとお腹痛くなっちゃうんですよね。結構乳糖不耐症の人で自分で気づいてない人いるんで、もしかしたらあなたもそうかもしれません。そういう人はこういう乳糖の入っていないプロテインだとお腹壊しません。ということで引き出し以上になります。では最後、せっかくなんでデスクとは関係ないんですけど、冷蔵庫編行こうと思います。さあ何が入ってるでしょうか。開けます。もちろん選ばれし者の知的飲料ドクターペッパーです。今回もこれを見せるために動画を撮ったと言っても過言ではない。あまりにも中毒性が高すぎるルートビアと並ぶ最強の炭酸ドリンク。私は圧倒的にドクペ派。砂糖は気になるんでダイエットにしてます。ずっとねダイエットコーラ好きで飲んでいたんですけど、久々にドクペ飲みたいなと思って1本飲んだら0秒でドクペジャンキー化して箱買い。中に入ってたダイエットコーラは全部人にあげました。こんなにうまい飲み物を飲めるなんて素晴らしい世界ですね。ゼロカロリーとはいえ体にいいわけじゃありませんけど、いいんです。魂が喜んでますから、多少の寿命はドクペに差し出しましょう。よく誤解されますけど、私は全て完璧に効率的にしたいわけじゃないんですよ。人生の面白さは無駄にこそあるんです。結果ではなくプロセス、今この瞬間にこそ価値がある。時には非合理なことをしてもいい、無駄なことをしてもいい。ドラえもんの映画でしずかちゃんが人間の行動が理解できないロボットにこう言いました。時々理屈に合わないことをするのが人間なのよ。資源です。珠玉の言葉、ありがとうしずかちゃん。無駄を楽しむためにそれ以外のことを生産的にしたい。そして人生を毎日この瞬間を楽しみたいというのが私の思いです。理屈をこね散らかしている私が皆さんに伝えたいこと、もう分かりましたね。私がドクペが好きということです。ドクペもっと人気出していきたい。コーラに負けるはずがないのに、なんでコンビニに並んでいるのはコーラなんだ。あれを見るたびに全部ドクペに勝手に置き換えたくなる。私の視聴者イコールドクペジャンキーということでよろしくお願いします。なぜかデスクツアーなのにドクペゴリ押しで終わるという謎展開になってしまいました。まあそれも人間の面白さということですね。時々理屈に合わないことをするのが人間なのよ。
ということで今回の動画最後まで見てくれてありがとうございます。もし面白かった、良かったと思ってくださった方は高評価、コメントしていただけると嬉しいです。私は YouTube だけじゃなくてインサイドストーリーズという月額サービスも運営しています。 YouTube では聞けない人生が変わるきっかけになる話を毎日一つ配信しています。ぜひ1週間無料試してみてください。チャンネル登録も忘れずにお願いします。ではここまで見てくれて本当にありがとうございます。もしよければ最後のおまけトークもご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではおまけトークです。ドクペ伸びすぎ事件っていうのがありまして、昔ねテックキャンプ始めた当初、謎にドクターペッパー飲み放題だったんですよ。受講生がもう私の趣味だけでもうみんなドクターペッパー冷蔵庫にあるの買って飲んでいいよって言ってて、そしたらねみんなもう飲むわ飲むわもう取りまくるんですよね。え、そんなにみんなドクペ好きなのって僕すごい嬉しくて、 でも当時事業規模も小さかったのに月5万円かかったんですよ。みんなドクペ飲みすぎて、いやみんな本当にドクペハマってんの、ドクペ大好きなんだなと思って感心していたんですね。である日、皆さんドクペ好きですねって聞いたら、いや別にって言われて、え、どういうことだと思います？みんなドクペそんな好きじゃないんですよ。でもなんで飲んでたか、自販機が近くになかったから、とりあえず飲める飲み物がドクペしかなかったからみんないやいや飲んでて、で私はあすごいお金かかるなって悩んでるっていうね、誰も幸せになってない、これがドクペ飲みすぎ事件です。ありがとうございました。